しゅんたか、こんにちは。今日2本目です。なんちゃって温泉入った後ですね、家帰る、途中なんですけど、夜ドラね、991に乗り換えてから夜ドラってあんまり行かなくなってね。まあ991はバッテリーが強いから、993の時みたいにね、そんなに気にしなくてよくなったんで、そんなにね、夜ドラ行かなくてもね、良くなったんだけど、でもたまにね、こう、まあ今日は洗車した後に、なんちゃって温泉入って、ちょっと髪型ちょっと変わったんですけど、まあこの前にね、1本作って、新車保証の話を作って、で今、夜ドラでね、ちょっと夜ドラについてね、ちょっと語りたいなと思ったんですよ、最近ね。そう。で昔はよく救急車の時はね、3年ぐらい前かな、やっぱりバッテリーがね、どうしても空冷の場合はセキュリティが24時間回っちゃってるから、まあ週1とかもう結構気遣いながらね乗ってたよね。バッテリーが1回上がって死んじゃうとまあまあ大変でね、1回上がっちゃった時にエンジンぶっ壊れちゃったんじゃないかなってね思ったんで、最初はすげえ驚いたんだけど、そうで、あの時は JAF 呼んで、でまあ日の出さんにとこ持ってって、で速攻で取り替えてもらってなんとかなったんだけど、まあその時にね、まあバッテリーのこととか、その何だっけ、まあ週1でね乗った方がいいよとか、そういうのアドバイスしてもらったんだよね、日の出さんのメカニック。その時すげえ助かったなって。まあ日の出さんのね、まあ、夜ドラしてるとなんかいろいろ思い出すんだよね、そう救急車の時の話ね。そう救急車の時はね、そのなんだっけな、まあ、初めてのね、ポルシェだったし、初めての911だったし、いろいろ知らなかったんだよね。でもいろいろ知らなかったけど、でも欲しかったから買ったんだけど、まあ、あんま知識ない状態で買っちゃったんだよね。そう。まあでも下調べは十分にやったんだつもりでいたけど、やっぱり実際にね、買ってみて、見て分かんないこともたくさんあって、例えばオイルゲージが3つあったりとか、その見方とか分かんなかったりとか、ね、エンジンが温まらないとゲージが上がってこないとかね、最初びっくりしたけど、本当あれは。で、そう、まあ、ポルシェのね、中古車、救急車買ったときに、まあ、その専門店で買ったわけじゃないから、まあ、そこで、ね、買って、ちゃんとしたところで、見てもらおうっていうかね、一回整備、診断っていうかね、買う前からその診断してくれるところっていうのがあるっていうのはもう調べておいたんで、まあ無料診断ね、いくつもやってるところあってね、空冷のポルシェの場合については無料診断やってくれるところがあって、そこで、都内のどっか、そう一つ持ってった時に、まあまあまあえらくひどく言われたね。本当にびっくりしたなというか、まあでもね、今思うとあの時すげえびっくりしたんだけど、今考えてみると、確かにその通りだなと思うんだよね。足回り整備しなきゃいけないのとか、エンジンのものをバッチリ仕上げるんだったら、ね、エンジンのオーバーホールが200万くらいかかって、で、足回りもびっちり直すと100万くらいかかるみたいなね、ことを言ってて、まあ何言ってんだこいつと思ったけど、まあ今思い返すと、ああ確かにそうだねみたいなね、まあ正しいというか、まあそこで、ね、レースとかもやってたりするんで、レース、まあ、その整備の仕方が、まあ、一般車両とちょっと違うっていう、まあ、レースやってるとこだったから、で今考えてみると確かにそのなんだろう、まあ、知識ない中で買って、まあびっくりしたけど、まあ
救急車の時ね、あのバッテリーが上がっちゃってどうしようかなみたいなところも、まあ、夜ドラとかしてると思い出すわけですよ。でまあ夜ドラね、まあ、皆さん行かれるかどうか分かんないけど、まあ、僕は最近あんまり行かないっていうのは、まあ、バッテリーそんなに気にしなくてよくなったっていうのもあるし、あとなんだろうな、夜結構ね、救急車の時一回、ナビっていうの、救急車はナビないから、あ、ナビっていうかそのカーナビについてないからさ、スマホのね、スマホのナビ、あんじゃん、ナビエリートだっけ、まあ、あれを、まあ、つけてさ、いや、乗ってたんだけど、そのナビが今さ、なんかそっか、間違ったところを誘導されてね、川べりっていうか、道なき道に誘導されて、びっくりしちゃってな、それで、フロントランダー擦ったことがあったね、一回。川べりみたいなところの、ね、道じゃないところに誘導されてさ、一回ひでえ目にあったね。そうそう、それでね、救急車の時はフロントランダー擦って、で、直したんだけど、まあ、そんなことがあって、あの時はね、ちょっと、いろいろ仕事で、いろいろムカついてた時だったから、そういう時にね、車って乗っちゃダメだよね、本当。そう思うね。で、この前さ、そう、なんだっけ、空冷の多分ポルシェだと思うんだけど、エンジンが発火しちゃってみたいなのがあったよね、ニュースになったよね。で、ツイッターとかでも見てた、2週間ぐらい前かな、ナローのポルシェ、これ海外なんだけど、それでもやっぱり、901かな、901のやつが発火しちゃってて、それもなんかニュースになったね、ツイッターで。だからね、その空冷はね、暑い時期乗っちゃダメね。空冷の時はもうずっとそう、なんだっけ、暑い真夏とかね、炎天下とか、もう、それはね、乗っちゃダメだよね。まあ、金属ってさ、熱膨張するっていう、まあ、専門的な話になると、その金属が熱膨張してオイルが漏れてそこに発火するっていう、ね、ことがあるんですよ。だから、まあ、そういう空冷ポルシェでトラブった人たちはそういうのを、ね、教えてもらえるか、メカニックの人にね、親切な人は教えてくれるんですよ、ちゃんと。で、まあ、エンジン発火問題が起きてましたと、空冷ポルシェね。で、まあ、空冷はね、やっぱりちゃんと知識持たないとダメね。で、今空冷ブームが来て、夏にまた来ると思うんだけど、本当ね、知識を必要としますよ、空冷は、空冷ポルシェは。で、みんなね、20年以上経っちゃってるから、ちゃんとした知識と整備をしないと、ね、せっかくさ買ったさポルシェさ、何百万もして、で今空冷なんて500万以上するからみんなね、火吹いちゃってもうダメにしちゃったらもったいないからさね、もう乗れなくなっちゃうからね、それ。あ、でもレストアできんだっけな、本国まで持って帰れば、フルレストアっていうか、できるから、まあその状況にもよるかもしれないけど、まあレストアはね、お金をかければ本国まで持ってってね、よみがえらせることはできるけど、まあなかなかそこまで、救えるかどうかわからないけど、まあまあ、ポルシェっていうのは一台一台がね、なんだっけ、70% 以上だっけ、現存して稼働してるっていうくらい、長生きっていうか長寿命のね、ライフサイクルね、プロダクトとしてのライフサイクルが長いもの、車というかプロダクトだから、ね、
ぱり一つ一つがさ、一台一台か、なんていうかな、まあ貴重というか、まあポルシェが好きな人たちにとってもじゃあそれがね、受け継がれていくからさ、ずっとポルシェ好きの人に、まあ、僕もね993手放したけど、それも今ね、多分新しいオーナーさんのところに行って可愛がってもらってると思うんだね。でまあここ今乗ってる991もさ、結局また違う人に、まあ今のところ売ること考えてないけど、まあね、自分がじいさんになった頃にはどうなったか分かんないけど、また新しいね人に乗り継がれていくもんだからさ、そうポルシェって、まあ、今日はね夜ドラで食べてるだけなんですけど、よし、もしよろしければちょっと寝てるのしていただいて、関連動画も上げとくんで、お願いしますみたいな感じでね、取りとくねえけど、まあいいや、ね、はい、以上、よろしくお願いします。